こんにちは。西宮能楽堂へようこそ。今日はですね、この西宮能楽堂の秘密についてお伝えしたいと思います。まずこの舞台を見てくださいませ。今この舞台は照明を使っておりません。でもですね、この明るいところ、それから暗いところ、いろいろあると思います。もともとですね、この能舞台といいますのは野外にあったものでございます。でも明治時代になりまして、この明かりというものが発明されまして、その建物の中に入ったものが能楽堂と言われるものでございます。この西宮能楽堂も建物の中に入ってはいるんですけれども、上の方に天窓がございます。ちょうどですね、皆様から見られまして、右手の方が東側になります。それから左手の方が西の方になります。ですので、東から昇ったお日様がだんだん西の方に移動していくわけなんですけれども、その時間ごとにですね、この能楽堂の景色がどん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 変わっていくんです。昔の江戸時代までの方は、このように能舞台の刻々と変わる表情というものも楽しんでおりました。ぜひともですね、この西宮能楽堂に来ていただきまして、この刻々と変わる表情、この松にしてもですね、とても色も変わってまいります。この色もですね、ぜひとも自分の目で確かめていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。